チャオケンタヨシーです。さあ、今回は J3 合唱軍襲来、ブラウブリッツ秋田とはどんなチームか、みたいな感じでですね、やっていこうと思います。よろしくお願いします。まあ、こうやってね、オフシーズンはこんな感じで、まあ、いつも制限と山形と、横浜 F マイナス、やってた、僕が、また他のチームをね、ちょっと見ることによって、また新しい発見があるんじゃないかなと、思ってますんで、こんな感じで特集、組んでみています。よかったらチャンネル登録、いい動画だなと思ったら拡散とか、よろしくお願いします。やっぱり、もう秋田ちょっと特集してくださいみたいな感じの声が結構多かったんですね。はい。で、なんで今回やってみようと。2020年のブラブリッツ秋田っていうのは、ほんと歴史的なチームだったと言っても過言じゃないんじゃないかなと、思ってまして、ものすごい記録をたくさん樹立していますね。開幕から28試合無敗で J3 の優勝を決めた。で、開幕9連勝ということですし、しかも、何よりすごいのは、総失点が18ということで、34試合で18ですから、もうほぼ半分ですからね。これはやばいっすよ。なかなか取れる数字じゃない。で、55得点っていうのも、これ2位タイということなんで、失点がめちゃめちゃ少ない割にはめちゃめちゃたくさん点取ってるって感じなんですよね。だから圧倒的な強さだった。で、6試合を残しての優勝決定っていうのは、これ J3 史上最速ですし、あと、優勝するまでのアウェー戦側のデータがすごいらしくて、13試合アウェー戦やって2失点しかしない。これが、アンダー23のセレッソ相手のこの1試合のみなんですね。で、しかもそのアウェー戦では先制された試合は0。で、試合中にリードされたのは1回だけ。しかもそのビハインドの時間帯が3分間だけしかなかったということで、ちょっとね、信じがたいような数字をたくさん連発しているわけなんですね。で、今回はその秋田の何がすごかったのか、もしかしたら、去年の、北九州以上の、J2 のチームの脅威になるんじゃないかなと僕は思ってるので、今回はそれに関して、ガッツリ話していこうと思います。よろしくお願いします。じゃあ、秋田のですね、基本布陣は442なんですよ。で、昇格を決めたこれガンバ大阪アンダー23戦のスタメンをこれ並べていますけれども。まあ、どんなチームか、端的に定義するならば、勝つべくして勝ち、負けるべくして負けるチームと、いうことができる、言えるんじゃないかなと、思ってまして、やっぱり、勝つのは理由分かりやすい。はい。ですよね。それに関して話していく。特殊なことはほぼしてないです。はい。でも、その基本的なことを、最高までに、究極までに突き詰めたというか、そんな感じのチームなんですよね。ほんとソリッドで厄介なチームなんじゃないかなと。で、かなり強いです。それは間違いない。はい。じゃあ今回は秋田の特徴を大きく分けて3つに紹介したいと思います。まず、守備の部分、攻撃の部分、で、チームマネジメント的な部分ですね。その3つの観点から話していこうと思うんですけども、やっぱり特徴はやっぱり硬すぎる守備じゃないですかね。で、これ、まあ、僕の、なんていうか、持論でもないかな。これは明らかなことだと思うんですが、やっぱり守備が硬いチームこそが結局勝っていくわけなんですね、サッカーでは。リーグ戦なんか特にそうだと思いますが、やっぱ攻撃ではないわけです。はい、大事なのは守備。で、どんな守備してくるかっていうと、まずキーマンが僕は2人いると思ってて、ね、まずゴールキーパーの田中雄大ですよね。このゴールキーパー田中選手っていうのは、J3 レベルをはるかに超えていると思います、僕は。まあ、セーブだったりとか反射神経の部分はもちろん、凄まじいんですが、タイプ的ななんか中村康介と結構似たような感じ、ですね。まあもちろん彼ほどはキックの蹴り分けが得意じゃないかもしれませんが、であと彼がすごいのはやっぱ準備力、準備でなんていうかな、準備しなくてこう間に合わないみたいなことが結構あるんですけど、そういったことはあんまないですね。見ててすごいです。で、あと、センターバックの千田選手。はい。この千田選手がすごくデータ的にかなり、強力だということが分かってまして、まあ、これからはちょっとフットボールラボさんとかをね、データを参考にさせてもらいたいなと思うんですけども、で、守備のキーマンはセンターバックの千田選手だということで、データ面に着目すると、まず空中戦の強さが目を引くと。これまでの総数である、241回のその空中戦の回数ですね。それはもう完全にリーグダントツと。で、空中戦の勝利数っていうのが164回あるわけですね。241回経って164回勝ってるわけなんで、これ相当な数字ですよね。もう彼も完全にリーグ1位です。はい。で、あとクリア数っていうのも大事で、クリア数の、もう千田選手が133回クリアしている。で、センターバックのコンビを組む、ハン選手も100回クリアしているということで、だからセンターバック2人がかなり強力なんですね。ほんと無双していたということで。で、この千田選手とコンビを組むハン・ホガン選手、もうかなりこう強力な実力者だと、いうことが僕は見てて思いました。で、基本的に守備はどん
な感じでやってるかというと、まあ、組織的にやるとハイプレスをやってます。はい。で、基本的には中央を封鎖して、そこからサイドに追い込んで、蹴らせる。だったりとか、あとは、場合によったらサイドにマンツーマン気味にこう、つかせて、で、センターバックの選手にプレッシャーかけて、蹴らせて回収っていうのが、結構よくありましたね。で、なおかつやっぱみんなよく走るんですよね。本当にこの走力っていうのがすごく大事なのかなと思って、見てました。で、素晴らしいのは、ブロック形成と、そのハイプレスのこの使い分けですね。ハイプレス行くときにやっぱみんな連動してないと意味ないんですが、それがまず連動していますし、じゃあハイプレスできないな、なったときにブロック組むんですけど、そのブロック組むときにはブロック組むよね、みたいな。ハイプレス行くんじゃなくてブロック組むよねっていう、この使い分けがこうみんなしっかりこう意思共有されているというか、だからこう、網目があまりこう広がらないと言いますか、隙が生まれづらい。すごくここら辺が連動高いなと思って見てて思いました。で、僕一個特徴見つけたんですけど、秋田のその守備の特徴は、ハイプレスの時も、ブロックを引く時も、センターバックがほとんど動かないんですよね。これは、まあ、今度ね、ツイッターとかでも、画像付きで解説しますけれども、どんだけ、どこにボールが入ってこようか、基本的にセンターバックは真ん中から動きません。こうなるとやっぱ中央に人が減らないんで、こうなると、最悪ね、攻め込まれても真ん中で弾き返す。ここに結構自信持ってるからセンターバックを動かさないんでしょうね。それは見てて思いました。まあ、ちょっと前のアトレティコっぽいなと思って、このセンターバック二人のこの弾き返す力の高さっていうのを信頼してここで、こういった守備をしてるんじゃないかなと思いました。で、次、攻撃に関しての話をしていこうと思うんですけども、やっぱり秋田の特徴的な攻撃を、フットボールラボさん曰く、健康、はい、硬い攻撃と、言ってるわけなんですよね。で、これガンバ大阪戦のその優勝決めた時の試合の保持率なんですけど、これ見てもらえば分かる通り、もうほとんどガンバ大阪がボール持ってますよね。でも、シュート打ってんのって秋田じゃないですか？そう。なんで、たくさんシュート打ってる、ボールは全然持たれてるけど、シュート持ち込む能力があるのが秋田と、いうことが言えるんじゃないかなと。ね、さらに面白いのは、ロングパスだったりとか、クリアの、データなんですよね。じゃあ、まず攻撃に関して、ディフェンシブサードからアタッキングサードへのパス数というデータがあって、これが22節時点のデータなんですけれども、パス数が、つまり、その自陣から敵陣の深いところへのパス数が211本で、これダントツ1位。なんですね。で、しかもクリア数、もう、697回ということで、これが1位ということで。そうそうそう。だから、もう、あんまり細かく繋がないっていうことが言えるんじゃないかなと思います。で、クリアでポカーンと弾き返す。なおかつ、このロングパス比率っていうのも結構多くて、平均ボール保持率っていうのは、秋田はやっぱりさっきより言ったようにね、41.6% なんですね。で、それに対してパスの本数もやっぱ少ない。6178本しか繋いでません。で、ロングパスの総数っていうのが、1187本もあるんで、つまり、全パスに対するロングパス比率っていうのが 19.2%。つまり5本に1本はロングパスボカン蹴ってるってことなんですね。つまり、全然細かくパス繋がないロングパス1本で放り込む。で、なおかつクリアも吹っ飛ばすっていうことが、それが攻撃に繋がってるわけなんですよね。つまり、クリアしたボールを拾うためのこの仕組みがある。つまり、ゲーゲンプレス的な、攻撃パターンをしていると。ゲームプレスっていうのは、ボールを放り込んで、その弾かれたボールを拾うシステムのことなんですけど、つまりそういったことがやってると。で、これがすごく出たのは、沼津戦のこのゴールだったりとか。これこのね、まあ、さっき言ったようにディフェンシブサードですよね。自分の陣地の深いとこから大きくボール蹴り出します。で、このクリアボールをこのサイドハーフの選手がもうすぐ近くにいるんですよね。ツートッププラスサイドハーフがもう追いかけていく。で、このクリアボールをかっさらいまして、深くまで侵入して、シュート決まっていましたし。で、あと、確か鹿児島戦なんですけど、鹿児島戦では、クリアボールをやっぱり蹴る場所を結構決めてる感じがしてて、相手のサイドバックの裏ですね。これはメインで蹴ってるところはそこだと思います。で、そこにセンターフォワードを斜めに走らせる。で、そこで起点作ってもらうっていうのがあると思います。はい。で、こっから、そのセンターフォワードがこう斜めに走ってサイドバック中取ってるんで、相手が釣り出された中のスペースにこう3人目が入り込んでくるというか。そういった感じの攻撃をしていたと思います。あとやっぱりセットプレイでしょうね。これがほんと強烈でして、秋田は。フットボールラボのデータによりますと、得点の比率がやっぱあって。はい、得点パターンの 47.3%、つまりほぼほぼ半分がセットプレイと、いうことが、分かっているんですね。
はい。なんで、本当にコーナーキックから何本も何本も決めていますし、あとロングスロー。はい。これがすごく秋田の特徴の一つ。これ結構ね、今さっきロングスロー、ロングスロー話題じゃないですか。高校サッカーでもボン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 投げてると。青森山田もそうですが、結構ね、山梨学院も投げてましたからね。決勝なんか見てたら。そう。なんですけど、それよりこっちの方がもう、本当にこうデザインされた素晴らしいロングスローの戦術をしていると思います。これは相模原戦のこれシーンですね。はい、これ秋田が青で相模原が緑なんですけど、緑というか白なんですけど、秋田ここからロングスロー入れるふりして、ニアにこうパスを送る。はい。で、中にやっぱみんな固まってるんですよね。ってなると、やっぱサイドから、サイドに結構スペースが空くわけです。で、ここのうまくね、相手かわして、フリーでこのサイドバック3番の選手かな、がボールを持つことができる。で、こっからクロスを上げるんですけど、このクロス上がる前に一回みんな膨らむ。はい。で、相手マンツーマンでついてきてるんで、膨らむと、やっぱり中央に、まあ一人残ってますけど、やっぱスペースが空きやすいと。で、ここに勢いよくこう、遅れて入ってくるわけなんで、真ん中で待ってるディフェンダーの選手からすると、勢いよく相手が突っ込んできてるわけなんで、それやっぱ対応するの難しいですよね。で、ここに素晴らしいクロスボールが入ってきて、ドンピシャズドンみたいな感じのゴールが決まっていましたと。なんで、ロングスローそのままこう入れる時もあるんですけど、入れずにこうやってこう揺さぶってくる。そういったパターンも持っているので、これかなり対処難しいだろうなと思いました。はい、これが攻撃守備、ピッチ上で起こっていることですね。じゃあピッチ外のことはどうなのか。チームマネジメントも僕はすごく秋田はいいんだろうなと思ってまして。まず、やっぱりキーマンとしては、社長、岩瀬社長39歳、ということで、かなり若いですよね。はい。2012年に、調べたらその選手を引退してからその1年後に31、2の時にね、社長に就任されていて、そっからずっとやってるらしいです。なんか、去年は、その、入場者数、水増し問題もちょっとあったらしいんですが、でも、ちょっと僕が見たね、YouTube で話しておられるのを見たときに、すごく頭良さそうな感じはしましたし。あと、僕がすごく見てて、いいなと思ったのは、フットボリスタの、スタジアム建設についての、まあ、記事があったんですよ。そうそうそう。2017年に秋田は J3 優勝したんですけど、そこで、スタジアム規定がちょっとね、関わってきてで、J2 に上がれなかったらしいんですね。ライセンスが交付されなかった。なんで、そこで、その記事では、スタジアム建設について、本当に明確なビジョンを持たなきゃいけないっていう話をしてて。で、その質問で、残された2年間で課題を解決する上での最大のハードルは何でしょうかっていう質問があったんですけど、それにも、答えているのが、まず勝つことですと。はい。人口が減って、税収も減る中で大きな投資をすることが怖いです。だからこそ、我々が結果で示して県民の機運を上げることが重要になっている。っていう話をしてるんですね。しっかり J3 を勝って、スタジアムにお客さんを集める。しっかり最後ここに尽きると思うということで、これはもう本当、制限金沢さんにとっても耳の痛い話だと思いますし、ただ、それって本当間違いないことだと思うし、この記事に書かれたスタジアムのこの、なんていうかな、理念だったりとか、ビジョンっていうものがすごく明確ではっきりしていたんですね。なんで、こんな感じで、若い情熱を持ったすごく優秀な社長さんがいるっていうのはすごく、やっぱチームにとってもすごく大きいことだと思いますし、あと、それが、その社長が呼んできた、新しい監督、吉田監督っていうのは、ほんとものすごくいい監督で、もうこんだけこう、素晴らしい成績を1年目で収めているっていうのが、やっぱ素晴らしいですよね。さらにチームマネジメントで一番恐ろしいのは補強なんじゃないかなと思ってまして、2019年の、営業収益っていうのが 4.6 億円なんですね、秋田っていうのは。これは J3 の中でも7、8番目らしいんですよ。ちなみに、制限金沢は 7.6 億円、山川は27億円なんですけど、ただそれなんですけど、J3 の有力な選手を次々と獲得していますね、今シーズン。そう。その半選手、さっき言ったそのセンターバックの片方の選手は一気に J1 にステップアップしました。横浜 FC に入りますけれども、しかし、その相模原から2人、同じ昇格したチームなのにそこから取っちゃった。はい。なおかつ、富山から2人、あとパルセイロから吉田由紀選手っていう、本当にね、J3 屈指でこう、空中戦が強いストライカーをこう取ったわけなんですね。そうそうそう。だから、J3 合唱軍を形成してるわけなんですよ。はい。しかも、主力はほとんど残すことに成功しているみたいな感じで。なんか、ね、本当の戦力がもう、取られるんじゃなくて、取られる分以上にこう補強できてるっていうのが、やっぱりここら辺はすごいなと思うんで。まあおそらく、間違いなくね、来シーズンの J2 を荒らす一チームのうちの一つなんじゃないかなと、思ってます。ただ、負けるべくして負けるっていうのは、これは僕は変わってなくて、やっぱ弱点もあるんですね。
はい。それに関しては、がっつりツイッターの方で語っていこうと思いますんで、下の方にリンクありますから、よかったらフォローお願いします。以上、今回はご視聴いただきましてありがとうございました。ブラウブリッツ秋田、かなり脅威だと思いますけれども、みんなで、手を組んで頑張って倒しましょう。はい。以上、ご視聴いただきましてありがとうございました。いいのかなと思ったら決めてください。チャオ、バイバイ。